勝利して、まあ、プレーオフを決めたと。ただ前節その次のゲーム仙台戦ではまず対策されましたね。それは何かというと、はい、仙台の2トッププラスインサイドハーフに前からこうプレッシャーかけられて、ボールの出どころ最終ラインのところの黒木、姿、井岡、この辺なんかも完全にはめられましたから、そのようにもし横浜 FC がこう出てきたとき、どのように彼らがそこをこうプレスを回避して振る舞っていくか、ここの立ち上がりの入り方っていうところはまずポイントだと思います。畑祐介さんと若月直樹さん、第4の審判員は上田隆夫さんです。ではアウェーチーム横浜 FC のスターティングメンバーもう一度確認していきましょう。まあ、ではありつつも42分の1しっかり戦い切るという話をする選手が多くなっています。